はそんなちっぱいみはりちゃんが大好きなんだよ。私は小さいのが嫌なの。何がそんなに嫌なの。そんなの、ちっちゃいと恥ずかしいに決まってるでしょ。その恥ずかしがってるところがいいんだよ。したことか。私にとって得なことがないって言ってんの。そんなことないよ。狭い隙間とか通れるじゃん。どうでもいいや。もしかして体調悪い？だから、そのトイレに行きたいんだ。なんだ、よかった。よくねえよ。はい、空のペットボトル。僕、後ろ向いてるからこの中に。できるか、アホ！セラちゃん。リンナちゃん。あ。プレイプレイ先生。何してんだ。マイク、そんなこと言われたらできないよ。バカバカ。セラちゃん、さあ勇気を出して。あとは僕が徹夜でキャラを埋めれば完成。リンナちゃん、お疲れ様。そんな、先生を置いて帰れません。せめて私が夜通し応援します。先生、もしかして私のバニー姿じゃ元気出ませんか。元気も鼻気も出るよ。心配しなくても私は何も変わってないし、どうせ嫌でもずっと変わらず、そばにいるわよ。わかった。みはりちゃんは変わったよ。まだ言うの。だって毎日おっぱいマッサージ続けてるでしょ。してたら悪いわけ。おっぱいが成長してるんだ。元気がなくなりそう。はい。あ、元気出た。わーい。また元気が。えい。限界。そりゃ。あ、空を飛んでる。うやー。